女の子たちにどう思われてんだろうね、ね、ギノザってあの世界の中で。メガネかけてる。やっぱ尊敬されてんのかな、それとも半分バカにされてんのかね。バカにはしてない。バカにはしてないけど、なんか、つまんねやつだなと思って。だから怪我するんだよとか言われちゃうし、ね。だってさ、事件とかもさ、ほとんどまともな解決してないもんね。そうなんだよ、ね。そう。してない、確かに。執行官たちが頑張ってて。そうそう。ね、検討外れなことばっかり言ってて。うん、じゃあ、これはつまり、どういうことだ結構それ多いよね。もうさっぱりわからんみたいなよく言ってるもんね。あれどうもうその時点で降格されるべきなんじゃないの。もう確かに本当に能力あるみたいな、ね、なんか偉い人にも期待しているぞと言われてたけど、うんうん、全く答えられてないもんね期待に。そういいね、指揮者みたいなもんですから、こう楽器弾けなくてもいいんです。指揮すらできてないよね若干。楽器が優秀だから、ね、楽器が優秀だから勝手に演奏してるけど謝っちゃうかな。そうそう、俺が悪かったとか。まあじゃあちょっとそういうあたりを、うん、はい、今後ちょっとじゃあドラマ化していくべく、うん、サイコパスの脚本家文芸チームに送りたいと思います。はい、いつかドラマとしてオンエアされるかもしれませんので。